ハイタイ、今週も始まりました。それって君の進みたい道、みんなで作る本音ラジオ。こんなこと言っていいんだよ。略して本音ラジオ。この番組は子どもたちがのびのび、そしてしっかりと育っていくためにみんなで作る成長発展番組さ。参加型ということで、随時メッセージ、リクエスト、参加希望などを受け付けています。メールアドレスは本音ラジオ @gmail.com。 Facebook、Twitter は漢字で本音、カタカナでラジオの本音ラジオで検索してください。また FM ギノワンではツイキャス、ユーストリームで映像と音声をリアルタイムでお送りしています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらも合わせてお楽しみください。後日 YouTube にてその映像をご覧いただくこともできます。提供は沖縄で唯一の不登校専門中高一貫校歴代学園を運営する NPO 法人学び場沖縄、浦添で小学4年生から通える高校受験専門塾 BLC 藤枝塾、就活コーチ高江須康、ロックなマーケティング伝道師ザ・電撃パンクゾンビーズのゴヤッチがチームで毎週楽しく放送しているさ。ハイタイ、5月20日土曜日、本音ラジオ、今週も始まりました。パーソナリティを務めさせていただきます、沖縄と世界を結ぶエンターテイナー、さっちゃんです。ありがとうございます。そしてそしてスポンサーさん、はい、ザ・電撃パンクゾンビーズ小屋です。小屋さん、ありがとうございます。そして今日はですね、素敵なゲストをお呼びしております。はい、はいはい、役職とお名前の方をお願いします。タロット占い師の、はい、ルカでございます。ルカさん、メンソーレ。そしてミキサーを務めさせていただきます。はい、FM ギノワンの山内です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんですけど今日ですね、初のですね占い師ゲスト、はい、なんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり登場から私感じたのがですね、素敵な匂いがしますね。そうだね、匂いめっちゃいい匂いするね。はい、はい、皆さん映像で見えますか？なんとツイキャスとか見てる人は見えるかな？可愛いボトルに入ってるこのコロン、そうです、オイルですね。アロマオイルの方入れてます。ちなみにこの黄色は、ね、4つブレンドしています。はい、すごい。これはあれね、占いの後にその、ね、望む方向に行く助けになる匂いのするやつらしいよ。はい、ね、後ほど詳しくですね、そうですね、はい、お話聞かせていただきたいと思います。はい、今日のゲストさんはですね、なんと占い師ルカさんなんですけども、うん、はい、その占いの話からですね、皆さんの、また夢についてまた応援できるように、うん、はい、今日は一緒に楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速ですね、リスナーさん、トロンボーンさん来てくれてます。ありがとうございます。今日ですね、またリスナーさんもですね、はい、質問等があればツイートしていただいたら全部返しますんで、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは最初に行きましょう。タイトル、タイトル、はい、タイトル、今日のテーマは、今日のテーマは、まあ単純にシンプルに占いで、はい、じゃあ、待って、なんで言うの、俺が言うの、なんで言うの、あ、そうかそうか、エコーのやつか、決めてください。超、はい、占いでエコー入ってたさ。じゃあ一緒に行きましょうね。はい、今日のテーマは占い。危ない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 、そうだそうだ、この3人ちょっと、ね、空気を良くしそうだったんですね。やばいね、事前に打ち合わせしてたけどルカさんの話ばっかり聞いて、テーマ決めるの忘れてたね。占いに興味津々すぎた。はい、はい、いいんですよ、それがまた本音ラジオのね、うん、ゆるさという自然体の、はい、雰囲気でいきましょう。はいはい、今日のテーマが占いなんですけども、ルカさんがやってる占いとは、はい、何ぞや、うん、教えていただきましょうか。そうですね、はい、タロット占いと、うん、数秘、はいはい、数秘でアンシェントメモリーオイルというもの、アンシートメモリー、はい、願いが叶う、アンシートメモリーオイル、はい、願いが叶うオイルをブレンドして、はい、いいですやる占い、占いをしております。あとカウンセリングも一緒に、はいはい、はい、キャリアカウンセリングも一緒に行っていきます。キャリアカウンセリング、はい、す
すごいそうなんですよ。個人的にも占いがすごいちょっと好きなので、はい、ちょタロットはあの道端でずっと昔にやったことあるんですけど、うん、まさかこのキャリア の、うん、この相談に乗りながら占いを初めて聞いたので、うん、これは説得力かなりあると思います。すごいよね。なんか、うん、聞いたことあります？ない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 。だからプライベートなことからそのキャリアの仕事のことを、うんうんサポートでしょ、はい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 、進路とかね、うんはい、すごいよね。本当になんか人の未来をトータルサポートみたいな。そうですね。人生の分岐点に、うん、すごい。ちなみによくあるこの占いの中で相談されるタイプのテーマはどんなテーマですかね。2つやっぱありまして、はい、恋愛。あ、恋愛か、はい、で恋愛とやっぱり仕事がそうですね、あ多いですね。ちょっとどうする、どっちから聞く、仕事と恋愛。でも私本当に2つでした。あ聞きたかったのが、ああこのそうよ。え、恋愛って例えばどんなあの相談が多いですか。この彼でいいのかとか、この人と結婚していいのかとか。それもありますし、あと片思いとか。ああ、え、か片思いの場合何、どうもうごやつさん本当鈍感ですわえ、だって好きなんでしょって話じゃないの。そう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 。あ、諦めるべきかとか言ってくるんですか。あ、うまくいくかどうかってこと。どうやったらその付き合えるかとか、そうそう、嫌われないかとか押しすぎたら、あと本当に彼は振り向いてくれるかとか、うん、あー、だそこよね。なんかでさ、振り向きませんって言われたら諦められるのって俺は思うんだけどうんうん、あ、まあでもそれでも聞きたいって感じなんか聞きたいよ。あ、そうですか。失敗したくないもんね。そう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 。じゃあさ、めっちゃ好きな人がいてよ、うん、で占いの結果ちょっと彼ダメっぽいですって言われた時に諦めつく。頑張りますね結局は。でしょ、うん、え、なんだろうな、占いなんでやるんでしょうね占いなんでやるんだろう。確かに何言われても多分頑張ると思うけどただ否定はしないんじゃないですかこの人はダメだよっていう。あ、でもなんかルカさんはするんだ。ルカさんはどうするんですか。言いそうっていうイメージだけど、ルカさんはどんな占いなんですか。ですね、やっぱ結果が悪かった場合は、うん、まあ結果悪いことを伝えます。あ、ちゃんとちょっと可能性低いっすよみたいな。うん、カードはこう表してますと、はいはいはい、でもお好きなんですよねと。うん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 、だったらもう行動してください。そう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 素敵ですよ。それを選択するのはね、はい、うん、本人なので、本人ですからね、うんうん、ただあとやっぱ本人 の、うんうん、あの癖とかありますよね、恋愛の、うん、ガンガンに行く人もいれば、うんうんうん、ちょっと引く人もはいはい、はい、打てなくなっちゃった頑張れ頑張れ。その癖をちょっと教えてあげたりとか、うん、彼はそういう人じゃないよっていうの。あ、なるほどね、はい、ガンガンに行っちゃダメよとか。はいはいはい、ああそういうことか、そういうことか。すいません、笑ってばかりちょっとそうだな、そうそうそう、大事ですよ、うん、あ、なるほどね、彼の受けるタイプとかを、うん、攻め方を聞きたかったりはするのか、うん、そうですね。あの質問いただきました、はいはい、リスナーさんありがとうございます。トロンボーンさんから、はいはい、タロットって何枚のカード、なんでカードが発音めっちゃいい。そしてタロット占いの流派とかもあるの。そうですね、カードは全部で、私はですね、言ってください、この大きさ。はい、普通のこれが私の手なんですけど。すごいツイキャスを見たりしてる人はね、見てください。ツイキャス見てくださいね、はい、ありがとうございます。全部で72枚。あ、72枚、結構あるんですね、はい、ありますね。トランプとはまた違いますよね、サイズが。そうですね、一回り大きいのかな、いろいろある。エースオブカップとかありますね。一つずつ、また絵がですね、特殊ですよ。なんか、うん、手のひらの上にカップとか乗って、はいはい、こちら騎士が映ってて、ね、全部意味があるんですかね。そう、一枚一枚意味があったりとか。あ、これ前のタロットに出てたかも、ね、これタワーですね。タワーなんですか、どういう意味ですか。怖い。例えば一枚一枚これ覚えてる、こ怖かったから、ま、なんで簡単に言えば崩壊っていう崩壊、はい、でもやっぱ正位置と逆位置で意味が全然変わるので、うん、逆位置だとどういう意味合いなんですか。逆位置の場合はあの再生っていうか、あ、優しく言ってます、ね、そうそう、はい、本当に本当にそんな意味合いで、なるほど。これ絵見て超びっくりしたんですよ。絵見て大丈夫かなって、うん、タワー、うん、バビロン、バビロン、やっぱりいろんな意味を込めてるタロット占いんですけど、
質問もいっぱい来てるんでね、はい、と今日新しいあのお客さんも来てます。浜崎かゆみさん、うん、3枚目やっぱ気になるって言ってたんで、タワーどうですか、タワーですかね、いろいろ質問してくれたら、うん、恋愛で恋愛相談でこれが出たりしたら怖いね、崩壊。でも仕事でもこれ出たら、あでも適期なのかな、そうだ、あそのさっきもちょっと打ち合わせで聞いたけど、うん、だこう悪い意味っぽいくてもその人にとってはニュアンスとしてその、うんうん、そう言ったように転機、うん、今までが崩壊みたいな、うんうん、これ例えばリスナーさんが相談してきたらできるんですか、はい、そうですね、はい、あの電話占いもしてたので、電話占い、はい、例えばその今聞いてる方が、はい、これで占いたいっていう場合は、はい、やってもらえるんですか、簡単に、簡単に、簡単にですけど、はい、これは斬新な企画になりましたすごいね、簡単にだけエコ入れましょうか、緊急大募集、ルカさんのタロット占い、これは初めてですね、はい、はい、これはいいんですか、そんなに優しい無茶ぶりを、無茶ぶりですけど、はい、20分7000円するよ本当よ、一応ね、いとかんと、なので今日この本音ラジオを聞いてる皆様ぜひともですね、うん、聞きたいことがあれば、うん、ルカさんに聞いてください ね、簡単に、そう簡単に簡単に、あ、うん、まあツイッターだからね140文字いやこれラッキーですよ、うんうん、準備してきますねってリスナーさんがちょっと心構えね、何の準備ですかね、悪いのいや女の子いろいろあるわけですよ本当に、うん、でもさ、うん、なんていうのこの話を聞いてもタロットしても、うん、どうやらこの人が好きになった人は遊び人だぞみたいな時はどうするんですか、これ超聞きたいね、好きになればなるほど完全に傷つくパターンのやつみたいな、これ聞きたい、どうなんですか、やっぱ実際いますね、あその時も言う、その時はやはりちゃんときちんと言います、辛い辛いんですけど、どうやら彼はそういう性質の持ち主だと、うん、でそれを納得した上 で好きになる、お付き合いしたいですかっていう、ああそれなら嫌だっていうのあれば、まあのもありますし、あと小さい頃からの経験、うんうん、恋愛で、うん、ちゃんときちんと浄化されてないっていうか、はいはいはい、過去の恋愛がドラウマになって、ドラウマになったりとか、うん、はい、っていうのでやっぱ引きずってる、おうおう、これこういう女性多そうですね、多いですね、うん、男はすぐに裏切るから、そう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 、ドキ、はい、おありがとうございます、恋するかっちゃん、ヤバちゃん今日、はい、コメントも多いですよ、見てるからも、そうだね、ガンガン来るね、熊本県から、熊本県の六角堂の地蔵、素敵な名前ですね、うん、沖縄旅行は今年9月末がいいか来年6月末がいいか占ってください、はい、あ、いいね、こういう選択肢が提示されるとやりやすい、さすが、うん、これはもうあのごやつさんが答えていきましょう、なんでよえ、俺、ね、靴投げて裏出たらとかそんな話になるよ雨靴ね雨靴占い、あの晴れだか晴れだか雨だかみたいな占いになっちゃうよ、炎上しますんでやめてください、はい、はい、ありがとうございます、いろいろ本当にいろいろ聞いてくれて、本当ですね、すごい、いえいえ、うん、嬉しいです、そうなんですよ、待ってます、恋するかっちゃんから来てる、もう恋してますよ、もう恋、ですね、そうですよ、たま、いると思うんですけど恋に恋してる人もいるんじゃないですか、あ、いますね、ね、だから恋がしたいがために人を好きになる人でしょ、いるね、ドキいやでもさっちゃんドキとか言ってるけど、あんた付き合い方変だったでしょなんかなんとなくで付き合ったけど歯が黄色いから別れたとかなんかこれ占いしてくれるんですかねダメです、私の場合全部ネタになってしまう、自分自身でちょっと頑張りますわとりあえずあれ旅行時期、はい、まず熊本県の六角堂の地蔵、沖縄旅行の旅行の時期について、時期についてどっちがいいか、本当に分かるんだ、本当に、はい、え、してくれるらしいですよ、はい、視聴者の皆様、優しい、すげえ、優しい、まあ、ただいまですね、はい、ルカさんが、はい、あの占い師、もしよかったら私カメラすごいね、持っていいですか、ね、いや動かさない方がいい、ちょっとね手元は見えないあれやろうか、触っていいんだったらこう
出たやつをこう、はい、あれしますので、あ、はい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 、で今もう着々と占っております、ね、そうです、わーおー、カードが並べられてすごい、雑居実況してみてください。お、1枚2枚、もう2枚出た、2枚出ました、お、3枚目出ました、ほら来た、めく、うわ、なんかやばそうな公開カードもない、出た、来たよ、ザ・デビル、これナイト・オブ・カップス、あと2つはないでしょうね、文字はないけど、イケメンの後ろ姿があるぞ、このカードの名前とかあるんですか、ナイト・のカップですね、とあと棒を持ってる男性2ですね、棒を持ってる男性2、はい、うね、結果教えてもいいんですかね、カモンさんどうぞ、はい、じゃあ待って、質問もう一回読み上げて、くまモンさんの、はいはい、質問、沖縄旅行は今年9月末がいいか、うん、来年6月末がいいか占ってください、はい、ルカさんのお答えどうぞ。ですね、結果としては来年6月が一番ベストかなというのがあります、はい、で理由としましては9月っていうのがやっぱちょっと体調崩す可能性がちょっとだけリアル悪くなるかなっていうのはデビルっていうことでリアルだね、はい、ほうほう、このくまモン県さんの、はいはいはい、あ、映ってます、はい、あとお仕事等で忙しくなる可能性もあると思うので、すごい、はい、確かに、はい、すげえ、じゃあそうね、時期としては情勢とかもあるかもしれないよ、そう、政治とかやっぱり9月はいろいろとなんか悩む時期なのかいろいろとあるみたいなので、うん、すごいね、やはりちょっと6月その時期は外してすごいね、うん、うーん、いや、すごいわ、いいということで、結果的には6月の方がもしかしたら順調にいくのかなとは、はい、すげえ、ありがとうございます、すみません、簡単ですけど、いやいやいや、ありがとうございます、くまモンさんの感想もお待ちしております、そして他の聞いたリスナーさんの感想もお待ちしております、はい、ありがとうございます、来ましたよ、すごいね、ルカさんのタイミングでいいので、はい、はい、あの恋するかっちゃんから、うん、俺は今めっちゃ好きな人がいるんです、もし恋愛占いが良ければ相手に伝えようと思ってます、いかがでしょうか、占いが不調じゃん、不調、占いが不調なら見送りますお、マジか、見送る、これはやった方がいいんですかね、まあまあいいや、はい、あ、ちょっとためらってますよ、ね、この相談の仕方で占いかどうかすら決めるみたいなのもあるかもしれないよ、そうですね、あ、やります、お、手元が動いてカードに手がかかりましたが、うん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 、すごいね、何このやるかやらないかからの配慮もちろんよ、もうプロなんですから、そうだね、そうだね、いやいや、文章の方からちょっと読み取りたいなっていうのが、すごいね、やっぱね、相談の仕方から読めるところもあると思うよ、経験から、だから真面目に送った方がいいですよ、うん、ね、そうですよ、ちゃんとね、本音ラジオですから、うん、ぜひよろしくお願いします、あ、ぜひなんだね、ありがとうございます、コメントもそして占いしてくれるから、ね、これアイコンは女性ですよね、あ、この人はね結構あれです、常連さんというか、ありがとうございます、ありがとうございます、なんかさ、あれわかる、ラジオ、まあ、すみません、この曲じゃないんだけど、人生相談室で、うんうん、相談役の先生のマドモアゼル愛先生わかる、全然、あ、はいはいはい、知ってます、はい、あれじゃあ今日の先生はマドモアゼル愛先生ですって言ってからおっさんの声が流れるのめっちゃ男かよってなる毎回あ、そのくだりに似てますね、じゃあうん、そうそうまあそれはいいんだけど、はい、ルカさんは違うけどルカさんはね、まあ、素敵な女性ですので、はい、優しい方なんでね、うん、実は男ですって言われたら超びっくりするけど確かにじゃあ、またカードが並べられて、告白したいかですよね、はい、告白していいかどうか、あっちゃんさん、うまくいきますように、そうですね、さっきと同じカード出てます、一応逆位置ですね、逆位置、はい、なので、なんていう名前ですか、告白ですよね、今のところね、微妙なんですよまだ、あ、はい、あ、微妙っていうのはどういうニュアンスの微妙、その時期があれなのか、そのなんていうのか、相手の気持ちがそもそもみたいな話なんですか、そうですね、なんかね、すごくふむふむ、あの気持ちはすごい高ぶってるっていうのが分かるんですね、この方のかっちゃんさんが、はい、高ぶってる、もう言いたい言いたい、うん、言いたいっていうのが分かるんですけど、うん、ね、言ってしまうと、言ってしまうと終わっちゃう、もう壊れてしまう、相手がちょっと引く、引くっていうか、そうです、距離を置いてしまう、どうしようっていうのは、そうね、ということは、まあ、占いの結果的にはもうちょっと様子見てほしいかなと、ちょっと時期をもうちょっと様子見たら変わりますかね、変わります、おお、あ、じゃあその
その間何かし続けるってこと、それとも何もせずに待つ。また、かっちゃんさんなんですけれども、うん、気持ちだけが強いみたいなので、本当に彼女のことをきちんと理解されてるかどうかっていうのが、あ、さっき言った性格とか、この恋に恋する、すごいね、性格とか好きなものとか、当たってるえ、かっちゃんさんは恋に恋するおじさんみたいな感じなの？いいじゃないですか彼女のなんか趣味思考とか、当たってるって山内社長が、そういうものがきちんとマジで把握されてるのかな。なんでそれマイクに言わないのか、人のあれだから、うん、でもすごいなって。あ、本当ですか。それがあるので、ちょっと今控えた方が、ちょっともうちょっと情報を、相手様の、はい、情報がちょっと欲しいかなっていうのが。すげー。あ、お気持ちはすごいわかります。はい、お気持ちはすごく、はい、はい、そうです。ありがとうございます。はい、悲しい。ルカさんに皆様拍手でありがとうございます。こんなにたくさん占ってくれてありがとうございます。はい、恋するかちゃんさん、すげえ素敵なお言葉いただきましたので、ね、今後のまた恋愛の方にですね、生かしていけたらいいと思います。うん、ここでですね、はい、ルカさんからのリクエストの曲いきましょうか。はい、はい、じゃあ大好きな曲なのでタイトルコールお願いします。はい、三浦大知さんでジアンサーでお願いします。
たい骨ラジオ5月20日後半はアロマについてです、はい、今週のゲストはタロット占い師ルカさんに来てもらってます。はい、どうですかね、うん、やっぱり最初の打ち合わせと表情が違くてですね、うん、やっぱりあのルカさん自身もちょっと楽しんでるようです、うん、ありがとうございます。表情占い師はい、先ほどのくまモンさんもですねコメントたくさんしてくれてます、うん、HIS のサマーセルでいいのがあったら9月末に行こうかなと思いましたが、うん、来年6月末にしますっていう形で、はい、ルカさんの占いの影響でですね、はい、はい、ありがとうございます。沖縄旅行、うん、いい方向に向かって行けたら嬉しいです ね, ね、ありがとうございます。でですね、今日ですね、はい、ツイッターもいろいろリスナーさんがしてくれてるんですけど、うん、ここでメールの方もですね、はい、送ってくださるリスナーさんいます。はい、読みますか。じゃあ、はい、山内さんお願いします。はい、ハイサイモーミー IBC がモーミーさんです。はい、はい、ありがとうございます。自分のこと占ってるけど、うん、かっこハゲ占い毛髪剃って2日くらいしたら生えてくるさ。その時前髪が先に生えてきたらラッキー、誰かに愛されてる。後ろ髪が先に生えてきたらアンラッキー、誰かに嫌われてる。マジかや。ということで、この人ね、ちょっとすごいね、こんな面白メールばっかり送ってくる、ありがとうございます、常連さんでございます。嬉しい、はい、ありがとうございます。モーミーさん、いろんな占いのスタイルがあるんですね。そうだね、花びら好き嫌いのなんかハゲバージョンみたいなそうですねこの方結構ね、ツルツルなんで、本当に一応、はい、すごい、スキンヘッドです。あ、そうなんですね。かなりの、はい、生え方によってまたいい方、いいのか悪いのかを占うとありがとうございます、コメントのほど。この方がスキンヘッドになるたびに今占ってんだなっていうのが分かった。いやでもそれをプラスの方向に、ね、そうそうそう、プラス人間なんで、ありがとうございます。ありがとうございます。恋するかっちゃん、今回告白を控えてしばらく待てばいいのかな、本気でも。ね、とりあえず今ではないみたいな、ね、理由なんですから。そうですね、なくなるわけじゃないの で、ね、タイミングっていうのがやっぱありますのでね、恋愛はタイミング大きいですよ ね、 うん、絶対。ありがとうございます。あ、はい、なんですけども、そうなんですよ、ルカさんの占いまた特徴2つ目がありまして、はい、アロマの方がついてるんですけど、うんうん、ちょっと詳しく教えていただけますか。はい、こちらですね、うん、見えますかね、アンセントメモリーオイルと言いまして、ほうほう、一つ一つに意味合いがありましてですね、うん、はい、願いが叶うオイルですね、はい、オイルでございます。例えばどんな意味が入ってますかね。これはマネードロー、マネードロー、はい、お金に関する、おいいですね、はい、黄色じゃないんですね、緑なんですね、はい、マネードローで、でこれは私お札に、鑑定に来た方は、あら、はい、お札にちょっと塗ってあげたりとか、中身に素敵な、あ、はい、これ、石だったりとか、ね、はい、かわいい入れ物も、匂いも、はい、ね、これをつけると、すごい、結構さっぱりしてますね、この匂いは。甘々かなと思ったら、うんうんうん、マネードロー、いい、ありがとうございます。もっとあるんですよ、お金の匂い、はい、サクセスで、成功という意味で、成功ですね、はい、これはオレンジ、黄色かな、はい、うん、黄色色で、この中もまた石の種類も違います、はい、ありますね、やっぱり天然の石だったりとか、はいはいはい、あとは、ものによるんですけれども蓋したまま匂い匂いますか。石です、開けて、あ、開けていいですよ、恐れ多いんでなんかね、いやもうなんか大事なものか、はい、あ、この匂い好きかも。あ、いい匂いですね、いい匂いですねって語彙力がない、いいですねこれを、はい、ブレンドしての、はいはい、こういうボトルに、すごいね、見えます、はい、あ、かわいいですね、香水のね、小さいの、そうですね、そうですね、うん、蓋の方がちょっとまた馬の尻尾みたいにかわいい紐がついてます。これがもらえるんですかね。そうですね、はい、鑑定して自分でブレンドも、はい、この人の今の状態に合った香り、はい、まあ、行きたい方向に行けるような手助けになる香りがもらえると。はい、はいはい、そうなんですよ、なかなかそういうサービス精神が旺盛な占い師ってあんまりないですよね、はいはい、占いだったら占いで終わるんですけども、うん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 、ルカさんの場合は、はい、アロマまでついてくださるということで、
またそれ以上にまたその占いした後のフォローもしてくれるんですか、はい、無料で 1回だけですけれども、うんうん、アフターフォローを占いした時なんかどんな感じなんですか、うん、連絡が、ですね、皆さん LINE とかをアットに入れてくださって、はいはい、登録されてる方も多いので LINE アットで、はい、2週間後ぐらいですかね、うんうん、どんな感じですかとか、うんうんうんっていうのをちょっと、うん、いろいろと話をしたり。アフターフォローって僕初めて聞きました。本当ですか、営業として見習わないかな素晴らしいですね、大事大事大事、アフターフォローでまたお客さんにつながったりもするしね、うん、やっぱ違います、その占う前と占う後。そうですね、やっぱりその時はやっぱあの占ったことでちょっと興奮されてる、はい、うんうん、気持ちが高ぶってるということで、ね、うんうん、何でもできるという感じだと思うんですけど、うんうん、でもやっぱちょっと時間を置くといつもの自分に戻ったりとかするんで、確かに、はい、それをちょっと、はい、修正かけてあげたりとか、うんうん、はい、それをまあカウンセリングをして、うんうんうん、修正をかけると。うん、そうなんですよ。あとルカさんのですね、うん、すごいなと思った点、先ほどの打ち合わせで、うん、やっぱりお客さんっていろんな悩みを抱えて相談するんですけども、やっぱり依存するお客さんもいると思うんですよね。でもそういう時ルカさんは、そう、ね、依存しないでくださいと。あそう、そう、まあ、そこがもう本格的な、ね、依存したくなっちゃうもんね。なるよ、こんな綺麗なお姉さんがもう話聞いてくれたら。そう、確かにね、素敵なアロマもついてくるんですよ。あ、移動したくなっちゃうよもっと助けて、もっと助けてってなっちゃうもんね。それは多分本意じゃないよね、うん、そうそう、主体性がなくなっちゃうから、うん、うん、なんですけども、まずあの大事な告知の方から、はい、まず先で、ですね、6月3日、はい、土曜日に、うん、場所はティルルの方で、はい、モテメイクと、はい、私のタロット占い、はい、モテメイク、はい、で、あとはこのオイルも全部月々の3時間、はい、3時間の鑑定をいたします。ありがとうございます、はい、で限定2名になっております、うん、そうなんです、はい、いいですよ、限定2名、これはすごい、はい、何そのまあ鑑定して現状を把握しながら進みたい方向に、この開運する匂い、はい、開運するメイク、はいはい、メイク、恋が始まるメイクかもしれないし、うん、はい、あとルカさんになぜその2名にあのこだわられたのか聞いたんですよね、うん、であのやっぱり2名にこだわる理由は時間をかけて、時間をかけたいっていうのと、うん、やっぱりあの一人一人、うん、やっぱりね、うん、時間をかけることで、うん、やっぱ皆さん安心して、うん、あの鑑定に集中していただきたいなということで、うん、2名ということでやっております。いいと思います。濃い2名ですね、はい、わ、女性限定ですか、メイクってことは。あ、そうですね、聞きたい。あ、そうですね、やっぱ女性今回は限定になりますね、うんうん、なるほど、はい、2時間ティルル6月3日、はい、何時、午前中9時からです。お、朝活ですね。朝活なんですよ、早起きして9時から12時、はい、あ、じゃあいいですね、うん、またそれ終わった後の活動もできますし、はい、その後にデートに行っていただいても、メイクしてね、はい、開運デートして、はい、そう、さっき聞いたのがで、メイクもやっぱりその人に合った開運の、うん、まあ、色といい、その組み合わせ方があるんですよね、うんうん、ありますね。例えば具体的にちょっと聞いていいですか、はい、さっちゃんの場合、ね、私の場合、そうそう、あの聞きたいです。友達が言ってたんですけど、友達が言ってたんですけど性格が、あの、もういいよ、もう単純に私みたいな人は黄色系、はいはいはい、がいいんですか、メイク、あ、なんかそれとも逆にクール系がいいのかなと。まずはご自身がどういう風になりたいかなんですよ。あの、可愛くしたいのか、あ、理想の姿、綺麗なお姉さんになりたいのか、あの、色気をつきたいですね。色気を、なんでめっちゃ笑ったんですか。でも色気をつけたいんですよ、うん、うわ、うん、いやいや、フォローしてくださいよ。いやいや、フォローってなんだか、もっともっと理想の姿してるんで、色気ついてない、色気がないのに色気をつけたいんです、うん、だから赤なのかなとか、赤とかピンクなのかなと思って、どうなんですかね。どうですか、どうですか。あ、色気なんですね、うん、本当に女子会でも話題になります、これは。色気が欲しいと、エロい人とか色気がある人いいよねとか、あ、うん、はどう。でも目がやっぱ印象的なので目にあの入れてもいいのかなと。あ、ラメだったりとか、あ、リアルですね、はい、ぜひとも
具体的だね。それって高くないとダメなんですか、ね、いやいや安い、あの500円とかありますよね。はい、キャンメイクさんとかも、はいはい、手頃な価格でもいいんですよ、ね、はい、でご自身が持ってるメイク道具で、あ、うーん、できる、はい、それをお持ちになっていただいて、はいはい、うんうん、使っていただく。なるほど、はい、その6月3日も自分の今ある化粧品で持っていっても大丈夫、はいはい、で追加でこういうのがあるともっとより一層とか、うんうん、うん、そういう風にメイクを楽しんでいただきたいというのがプラスなことばっかですよ、これは。いや、何か変なあの勧誘とかでもないので、もう今ある持ってる商品で使ってもいいってことなので、はい、ぜひとも、はい、はい、2名限定足を運んでください、はい、でこれはその、うん、なんていうの、あ、値段言ったっけ。値段まだ言ってないですね、はい、値段はまあ、ラッキーな、はい、数字に応えてますよね、はい、はい、2万円になります。安い、3時間なので占いもしてもらい、はい、このアロマもやって、はい、この、まあ、メイク指導じゃないけど、まあ、綺麗になれたり、はい、進みたい方向に進めるやつ限定2名、はい、2万円、うん、これ申し込み方法は、あ、申し込み方法は、はい、ですね、私のブログ、はい、うん、ルカで探したら出ますか、はい、ですね、ルカ、琉球の琉に月ですね。月さんでルカという、ね、で占いって書いていただければ、はいはい、はい、出てくるとは。なんかじゃあそのブログのまあコメントなり、はい、はい、あとはフェイスブックでもやっておりますので、はい、はい、じゃあ探してみてください、ね、はい、はい、ぜひとも皆さん探してください、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、でここでですね、トロンボーンさんからコメントいただいております。うん、アロマオイルはココいい香りですが、うん、さらに混ぜてより香りになるのかな、うん、それとも逆に混ぜて悪い香りになるのもあるのかな、うん、というアロマについてお話しいただきました、はい、ありがとうございます、うん、いかがですかね。ですね、うん、やはりいっぱい混ぜすぎると、うん、やっぱりきついかなと。あ、なるほど、はい、あれも欲しいこれも欲しいっつって。そうですね、人間の欲みたいですね、うん、なので私の場合は4つ以内、あ、そうですか、はい、に混ぜていただけたら、はい、はい、で、あと匂いを最後に調整でこういう風に、うんうん、こういう香りですっていうのは やるんですけれども、うんうん、最後にそれでちょっときついっていう方がいれば、はい、分量調整で調整したりとか、うん、すごいですね、はい、初めて聞きましたね、うんうん、なんでトロンボーさんもぜひですね、この素敵な香り、自分に合った香り、うん、機会があったら、はいはい、6月3日よろしくお願いします、はい、お願いします。なんですけども、いろいろ話を聞いて、ごやつさんは一番、うん、ルカさんに何を占ってほしかったですか。あ、俺がってこと、うん、あ、俺の占いで、はい、そうです、ね、占いで何を占ってほしかったか、なんか比較的安定してるイメージがあるんですけど、うん、そうだね、ないどうしようっていう、私は占いも広い意味で考えるきっかけになるのが一番大きいのかなと思いましたね。今自分が、ね、まあ、他の人に判断してほしいっていうところだとしたらどこかってことですね。そう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 、それの気づかせる点って前先ほど打ち合わせでも言ってくれたんですけど、その意味が一番占いのある価値なのかなと私は思いました。あの、何で悩んでるんだろうとか、うんうんうん、でも仮になんか恋愛とか言ったら怖くない？あ、ごやつさんが、あ、確かに。でもね、意外に先ほど話聞いたんですけども、うん、40代の、はい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 、恋愛が、うん、恋愛の相談が多いってことですね。はい、はー、例えばここだけの話、うん、どんな話があったんですか例えばの話、はい、例えばの話ですよ、うん、そうですね、うん、まあ復縁だったりとか、ああ、いいですね、いいか、いいじゃないですか、わかんないです、あ、でも大きいもんね、一回壊れてるんでしょそうだねエネルギーはいりそうだよね、うん、大人な恋愛ですね、そうですねえ、あと何、人には言えない恋の相談とかも、あ、それもありますね、やっぱり、うん、あとは人間関係が多いかなっていうのは、そうなんだね、40代になってもあるんだな恋愛の悩みって、あるんじゃない、いつも安定してるイメージがあったんですけどね、あ、どうなんですかね、なるほど、そしたらもう
ルカさんはその悩みを聞いて、うん、もう冷静に冷静に、はい、そこは、うん、すごい自分の肥やしにもなりそうですね。そうですよね。え、そうか、これ例えばなんですけど、例えば不倫みたいな形で、うん、女性が独身、はいはいはい、男に家庭が、うん、妻子がいるみたいな、うんうんうん、で占った結果めっちゃうまくいきそうだった場合どうします、はい、あ、それそういうですね。あ、いいですね。本当に中立的 な、はいはい、な立場ですもんね、占い師って、うんうん、どうなんですかね。めっちゃ相性いいなみたいな。相性がいいっていうのは伝えますよね、やっぱ相性いいですよねっていう、だからこそ不倫だったんだなっていうのは。うーん、でその後どうするんですか。もうその後の行動をどう、彼女はもうどういう風にしたいのかも聞きますし、新しい人がいいんですとか、や、離婚してほしいのか、そうか、離婚してほしい、なんか、うん、どういう風にしたいのかを、うん、次は理想を聞いて、うん、そこにじゃあ近づけるようなアドバイスをしていく、うん、でこの場合やっぱり相手方の奥様もいらっしゃるので、相手方の奥さんの状況もちょっと見ないと、うんうん、すごいですね。やっぱりちょっとね、相手方の奥さんのことを聞くってことですか。っていうのをちょっと軽く見ますね、やっぱ。あ、はいはい、うん、気づいてるのか、いろいろ聞いて、はい、気づくの、ね、気づいてるのか、このまんま何もなかったようにやっていくのか、はいはい、なるほど。そうですね、もっといろいろ聞きたいこともあるんですけども、ここで一曲お届けしましょう、はい、うん、曲はウルフルズのバカ野郎。
さい、今日のテーマは占いです。ゲストはタロット占い師のルカさんです。はい、ありがとうございます。ここでですね、はい、タロット占いの結果をですね、はい、結果っていうか、ね、そもそも相談をまず読みましょうか。そうですね、すいません、はい、ありがとうございます。ちょっと本当にルカさんの占いが大変好評です、ですね。コメントもいっぱい来てます。はい、リスナーの、はい、アーチャードさん、アーチャードさん、ありがとうございます。1年付き合っている彼氏がいて、彼とこれから結婚できるのか見ていただきたいんです。はい、お互いいい意味で落ち着いてきたかなと思っていて、でも彼氏は安心感からの落ち着きなのか、ただのマンネリなのかもわからず、というご相談です。はい、そこで、ルカさん占っていただきました。はい、 CM 中にですねやっていただきました。はい、結果をどうぞ。ですね、お二人とも相性はすごくじゃんじゃじゃーん、あー、いいかなと思います。でも相性はすごくいい、はい、イエーイ。噂のカードが何でしょう。はい、ラバーズが、ラバーズ、はい、とても相性がいいなっていうような、ねえ、裸ですよ、すごい、すげえ、すごいカードだこれ。はい、で、彼氏のちょっと安定感、落ち着き、マンネリしてますっていうことなんですけれども、確かにいろいろと今はい、考えてることがあるみたいですね。すごいね、考えてることがあるみたい、はい、うん、へえ、はい、でそれを一つ一つ今なんか整理してる、整理しようなのか、うん、考えてる状況なのかなと思いますね。で3枚目のカードが、はい、やっぱ最終的には結婚っていう踏み切る場合はお金が必要になってくるので、はい、いろいろとどういう風に考えようかっていうのも彼氏は考えるのか、うん、すごい、うん、まあ相性自体は全然いいと、いいと思います。はい、早速ですね、占いをお願いしたアーチャードさん、占いってすごいな、うん、ありがとうございます、やっぱりそうなんですね、という言葉で、はい、自信もあっちもなんか当てはまる、思い当たることがあったんだろうね。すっきりしたと思いますよ、だいぶすごい、うん、ありがとうございます。いえいえ、簡単ですけれども、いえいえいえ、という感じで大好評なんです、今日の、うん、ルカさんの占いありがとうございます。はい、で次ですね、はい、メールが届いてます。はい、山内さんお願いします。あ、これ写真だけなんですよ。あ、写真だけ、あ、その、そうそうそう、あ、後で見せますね、はい、あのモーミーさんから、はい、自分の頭を写した写真が来てますので、最高、はい、後で見ていただきましょうね。はい、ルカさんにもちょっと見ていただきます。それ見てどうするいいんですよ、ツールで、ツールでよろしかったら、何のツールでもないな、ツルツルだけに、そうそう占っていただきありがとうございましたって話ですね。はい、そうなんですね。すごいね、占い、うん、はい、でですね、もうちょっと終盤になると思うんですけども、うん、はい、ルカさんがですね、リスナーさんにちょっと届けたいメッセージとかあれば、うん、届けたいメッセージですか。占いも含め、はい、はい、うん、占いもそうなんですけれども、うん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 、やはり私は占いに依存するのではなくて、はい、もう自分の中の原因が、うん、はい、問題ですっていうことで、うんうんうん、はい、でそれを変えることもできますので、ご自身で、うん、ほうほう、はい、それをちょっと自信を持って人生に挑んでいただければなと思いますし、うん、そのお手伝いは私は、はい、いたしますので、はい、きっかけになればね、はい、きっかけになればいいので、いい、私は、ありがとうございます、うん、そうですよね、うん、本当に今まさに本音ラジオで目指してたお言葉いただきました。はい、自分でね、そうなんですよね、占いはあくまでもツールできっかけ、うん、買ってもらって、はい、自分のタイミングで、はい、動いてもらって、はい、挑戦していただきたいと思います。はい、はい、以上でですね、今日のゲストはタロット占い師、うん、ルカさんでした。はい、ありがとうございます。来週も本音ラジオよろしくお願いしま す, します。それではまた、バイバイ。この番組は沖縄で唯一の不登校専門中高一貫校歴王学園を運営する NPO 法人学び場沖縄、浦添で小学4年生から通える高校受験専門塾 BLC 藤枝塾、就活コーチ高安康、ロックなマーケティング伝道師ザ・電撃パンクゾンビーズのごやっちの提供でお送りいたしました。みんなで作る成長発展番組本音ラジオは、子どもたちの輝く未来を
全力で応援します。それではまた来週この時間、土曜日の夕方5時から6時の間でお会いしましょう。バイバイ。